はい、どうもこんにちは、キリです。今回もね、GTA4 やっていきたいと思います。で、今回はですね、レイボッチーのですね、マップで言うとこの人ね、のミッションからやっていきたいと思います。じゃあね、早速家の前からスタートですね。プレイボーイの、お、電話かかってきましたね。パッキー、お前に頼みがあるんだ。なんだ、まあお前は俺の家族と深く付き合ってるから、俺からわざわざ頼む必要もないかもしれないが、俺の兄貴デリックを覚えてるか。銀行の仕事の時一緒だった。あ、デリックね。どうもやばいことになってるみたいなんだ。最後に聞いた話によると、アクターのどっかの公園に出たらしいと。行って様子を見てきてくれないか。わかった、探してに行ってくる。ほう、これでじゃあデリックのミッションも出てきたと。どこ、あ、一番左の島行けんの、もうマジで。いつから全然気づかんかったんけど、マジか。じゃあちょっと急遽変更にしてデリック行こうか、せっかくなんでね。これは先延ばしにするのはもったいないよ。 OK、 よっしゃ、タクシーで、デリックね。やば、え、いつからよマジで。前回からか。あ、銀行強盗終わったからかな。よっしゃ、じゃあもう完全に行けるようになりましたね、ここね。なんかあんま街並みは変わらんけど、うん、どっちかといえば真ん中の島の方がね、都会って感じはしますね、やっぱ。よっしゃ、行くか。ここ公園めっちゃ広いな。行かないって言ってんだろ。え、どうした。俺は兄貴だ、俺が家族を助けなきゃならない。もう家族の世話になる年でない。なんか飲んだくれてんのこれ。あんたの弟があんたに手を貸せってさ。手だけじゃ足りなそうだな。ああ、分かった。完全に酔いつぶれてんな。まあ怪我してるんじゃなくてよかった。おい、起きろよジャンキー。起きてる、お前が消えるのを待ってた。あ、おいおい、それな、なんかノイローゼになってんのか。ん、いい物だ、結構ハイな気分だ。成人気取りをやめろよ。分かった、なぜそこまでやるんだ。気分が良くなるからさ、ラリってる方がそうでない時より気分がいい。もしかしてこの前の銀行強盗でちょっとショック受けてんのかな。そうでもないか。悩み事が全部消える。マイケルが死んだからとか。まだ悩んでるんだろ。俺を密告者呼ばわりした奴らの心を取り戻せるかどうか。そして俺からいろいろ奪ってった連中のことも。あんたの弟が言ってたのはそのことかもな。過去の生産に手を貸してほしいと話してた。あ、俺は成人じゃねえ。成人といえば成人マイケルやな。前回死んだね。信念もねえ。俺はしくじった。でも頑張った。銀行強盗を頑張った。間違いを犯した。だが間違いは認めた。ん？しかしあの野郎はまだ殺すと脅してくる。俺と家族を。誰の話してんのこれ。なんてな。思い出してくれ。あ、バッキー・スライゴ。オールダニーに住んでるって話だ。警察の端末にアクセスできるか。出た出た、恒例のね、クソ野郎を探し出し、そいつとその仲間を黙らせてくれ。そんなもんニコにとったらもう楽勝やんけ。わかった。この静かにね、仕事をこの引き受ける感じもかっこいいよな、ニコの。そうや、携帯で呼んでみるか、警察。これで911やったっけ。119はあれ日本やもんな。はい、これでいいか。じゃあ991になって思った。じゃあ911か。はい、ポン。あ、ね、パトカーあるやん、そこに。リバティ市緊急サービスにおつなぎいたします。お、すげえすげえすげえ。番号をしてご希望のサービスをお選びください。へえ、こんなんあるやん。警察署ご希望の方は1、救急センターをご希望の方は2、消防署をご希望の方は3を押してください。へえ、じゃあ1を押してみようか。どちらに警官を手配しましょうか。アクターだ。リバティ市警がすぐに向かいます。おもろ、ちょっと待って、めっちゃパトカー通ってるやん、やばいて。
これでさらにパトカー来んねやろ、自分の手配した。やばいってやばいって めっちゃ見られてる。早い行ってくれ。よっしゃ、でこれで奪おう。急げ。よっしゃ、おバッキーがいる場所を探せ。よし、じゃあここで探すか。バッキーやろ。指名手配犯は、あ無理か。ちょっと待って、バッキーどうやって調べる。警察で、名前で検索か。バッキーのスペルどう、こう BUCK かな。これなんかなんとなく出てくるんじゃん、 BUC で。どう、来い来い。え、マジか、誰やねんバッキーって。こうかな、バッキー、こうっぽくない？同じ読み方でもね、いろいろ綴りがあるんでね、分かれへん。あ、来た、バッキースライゴ。これや、引き逃げやって、だっせ。よっしゃ、こいつを、現在地追加して、おっしゃ、お前、覚悟しとけよ、引き逃げやろうめ。よし、お、デリック。見つけたぞ、あいつ。よ、デリック、標的はオルダニーのバーガーショットにいるようだ。行って仲間と一緒か確認してやれ。この借りは全員に返してやる。一人だったらパトカー手放すな。やつは札が来たと思うだろう。そうすればまっすぐ仲間のところに帰ってくさ。あの育児なしは自分だけ逮捕されるより全員を道連れにするだろうからな。そうやって俺を撃った。あ、そうか、売られたんか。終わったら連絡するぞ。オッケーオッケー。密告者言うとったもんな、バッキーね。よし、バーガーショットね。とりあえずパトカーで、乗っていって警察のふりをしてあいつが逃げるのを待って、でそのまま尾行して仲間のとこまでそのあれしてもらうと、導いてもらうということやな。すげえな、ほんまに3つ目の島来ちゃいましたよ。もうこんな早くに、まあ早くでもないか、もうもうかれこれ GTA4 もパート20、今もうこれで4かなぐらい行ってますからね。それはもうここまで来てもおかしくはないかと。で1回のパートごとに2つ3つぐらいかな、毎回クリアしてるんで、多い時は4つとかなんで、まあまあまあ妥当か。結構ね、思ったより長かったな GTA4。 長かったというかね、もう今やってる途中、進行中なんで長いですけど。お、ここか。これは、あ、ここもあれか、左の島なんやな。3つ目の島やな。バーガーショット。相変わらず画質が綺麗。おおおお。ファーク。何やねん今の。ファーク、全然いらんかったやろ。パッキーを仲間のとこまで追いかけろ。これさ、サイレン切ったらどうなんのやろ。もう手配しませんよみたいな。仲間のとこへ走れよ、バッキー。おまわりさんだぞ。どうした。お、そう思い出したんですけど、僕ね結構漢字が苦手で、うん、子供の時からね。で子供の時、このおまわりさんっていう漢字をおめぐりさんやと思っとったんですよね。ずっと おめぐりさんおめぐりさんって呼んどったん思い出した。この今さっき字幕で出てきたん思い出した。アホやなほんまに。今思ってもね、いや今でも漢字すごい苦手なんですけど。さあ連れてってくれ。こんな至近距離でパトカーに追いかけられたらもうプレッシャー以外の何もんでもないよな。おお、警察が女性を引いたけど、ざまあ見やがれ。ほらほら、プレッシャーかけたるよ。ほい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 、あいたい。ちょっと待って、危ない危ない。すげえすげえすげえ。うわ、このゴミ箱をゴロゴロ転がるこの感じもめっちゃリアルよな。さっきバンシーチラッと見た。お、仲間、バッキーの仲間見つけた。バッキーとその仲間を始末しろ。うわ、ちょっと待って、やばいやばいって。おら、車の陰に隠れながら行こう。やべえ、かっこえ。 GTA4 マジで好きやわ、ほんまに。すっかりね、マザーファッカーズ言ってるやん。だいぶなまってるけど、どこの国の人やろ。おら、オーケー、
ほら、痛い痛い。おら、そうか、倉庫に隠れてるやつはバグなんや。もう、はい、ああ、ちょっと貯めてからやったら結構いい感じに、いい感じに。ほら、オッケー、つえ。よっしゃ、ショットガンで行く。あ、上の階におんのか。これもしかしてあれやな、まだまだおりそうやな。これすっごいな、ほんまに。暗っ、家ん中。多分電気とかほとんどついてないんやろな。おやべ、え、手配度消せ。あ、あ、もう殺したんや。こいつか、バッキー。てめえ裏切りやがって、この野郎。おい、おっしゃ、オーバーキルしたことやし、逃げ去るか。でも待てよ、警察来てるから、ちょっとまずいぞ。え、ちょっと待って、もう到着してるやんけ。あ、これはあれか、もうこの人らが乗ってきてくれたんか。ありがとう、持ってきてくれて。よし、逃げるぞ。手配度2ね。ほんならこの3つ目の島で逃げ回るか。なんかちょっとその街っぽいとこあるんかな。え、何今のバグってるけど。なんかそのね、真ん中の島みたいに都会っぽいような場所があるんかな。ここはなんか結構面白そうな店あるよな。なんか GTA4 はね、店の外装が結構面白い。なんか、お、クリアした。6,500ドル、でかい。やったね。なるほど、やっぱここは結構都会ともゆえん、なんか田舎ともゆえんとこやな、3つ目の島はね。おっしゃ、デリックに行こうよ。声が聞けて、いや、お前と話せて嬉しいぜ。デリック、大丈夫か。バッキーたちは死んだ。何、すまねえ、一瞬寝ちまった。バッキーが死んだ。よし、やつの生死なんぞ誰も気に留めない。そうだろ。いや、お前が頼んだんやけど。生と死、善と悪、生と誤、表と裏。向こうの世界から戻ってきたらまた話そう。こんな感じですね。なんかあれかな、政府関係の建物が多いんかな。あ、もう端っこもう来ちゃった。おお、こっからジャンプできるんやん。向こうの島渡れるってか。これちょっとやってみようか。これやってあっちの向こうの島にたどり着いて、でレイボッチーノのミッションに行くと。走塁が成功したらマジでかっこよすぎる、ほんまに。よし、やるぞ。男やからやるぞ。どけい。何、レイ、オルダニーの隠れが手に入れた。なんで、やったー、ドラッド。スタントカメラモード中はん、スローモードの速度調整で、あかーん。よっしゃ、なんかボートのところにたどり着いた。これ乗れるんかな。その前になんかレイから電話が、電話っていうかメールが来てるから。何、ニッキー、お前を近くに置いて見張ることにしたぜ。今後はオルダニーにあるアパートを使ってもらう。ほう、いとこのことなら心配いらねえ、やつは安全だ。じゃあな。やった。え、ちょっと待って、なんかデリックのミッションがなんかめっちゃ近くにあるんやけど。マジで、え、めっちゃ近いやん。ほんで隠れがも、ほえ、ちょっと待って、隠れが行ってみよう。その前にこのボート乗れるんかな、やってみよう。船乗ったことないんじゃないか。お、乗れた。何これ、マルクス、マルクス、やべ、いかつ。これはいかついわ、かっこええ。あ、ちょっと待って、デリックのミッションや。もうちょっと待てよ、隠れが見に行こう。まずちょっと隠れが一回ね、ちょっとすぐ近くにあるんで、ちょっと見に行きたいと思います。あ、もうほんまにすぐ近くやわ。ここをまっすぐ行って左やわ。ここ、これか。どんな感じなんやろ、レイから与えられたアパート。あ、ちょっとあれやな、安っぽい感じはするな。なんかよし、ここか。じゃあ入ってみますね。さあ、最後、多分最後の隠れが、いくぞ。うわ、ほー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 、まあ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 、ちょっとダウングレードしちゃったけども、お、悪くないよ全然。うん、だいぶ狭くなったけどな。やっぱ真ん中の島が一番いいな、そう思ったら。なるほどね、こんな感じです。そしたらじゃあもうこのまんまレイか、レイボッチーノのミッション行きますぞ。え、こいつ誰やったっけ。あ、ジェリーか。
そうか。結構パッキーの兄弟のミッションがありますね、いっぱい。じゃあちょっと一回レイボッチーノ行ってからジェリー行きましょうかね。よーし。タクシーでここまで来ましたんで、レイボッチーノのレストランね。よっしゃ。おお。ダセ。レストランの入り方ダセ。よう、ニコ。まあ、座れ。ありがとう、ヨト。例の件はやってくれたのか？それはありがたい。俺は友人を大事にする。たくさんの友人がいるんだ。友人もいる。ジミー・ペゴリーノも俺の親友。誰？のようなもんだ。おい、お前。なんだ、顔色が良くないぞ。どうしたんだ？寝てないだけよ。誰この人？薬を吸ってたから。なんか見たことあるな、なんか。なんだって？お前、バカか。救いようのないバカ女だ。誰なんかこの女の人は。俺はお前が心配なんだ、分かってるだろ。家族？じゃあダイヤの話だが。え、見たわよ。言われたところに置いてあったわ。置いてったわ。だからここに来たの。憂鬱なのよ。ほんまに、まさに憂鬱そうな、ザ憂鬱って顔してんな。俺のためにゴミを集めてほしい。絶対ダイヤモンドやろ、さっきの話とった。どんなゴミだ？ダイヤがたくさん詰まったゴミだ。やっぱり。え？デンバーの間の路地に行け。使えるやつを3人待たせてある俺の友人だ。リーダーはルカって名前だ。行け。オッケー。愛人っぽいな、なんか。奥さん？薬をやめたいの、レイ。娘さん？結構ね、欧米は家族間の距離感が近いんでね、分かりにくい。トラッシュマスターを取りに行け。お、ゴミ収集車やん。オッケーオッケー。じゃあタクシー使うまでもないな。すぐ近くにあるから。あ、この3人か。いいね。ルカ、お前がニコか。ニコスーツ似合ってんね。こっちはツナフィッシュとジョニー・スパッツだ。ツナフィッシュ、名前変えた方がいいんちゃう？仲良くやろうぜ。よし、ツナとジョニーは作業着を着たろ。後ろに回ってゴミ集めろ。よし、行くぞ。お前の作業着だ。運転してくれ、頼むぜ。へえ、こんなんもあるんや。作業着やって。これからこれ使えんのか、このコスチューム。トラシマスターに乗り込め。お、これは LSD やって。これ俺が運転すんの？オッケー。チャイナタウンだ。行くぞ。トラックで最初のダイヤを回収しろ。なんかさ、もうこれまでの GTA のあれで見たらわかるけどさ、ここら辺でダイヤを捨てるやつがいると。あの女の仲間を使ってクラブのオーナーからダイヤを盗ました。おお。防犯を縄張りにしてるバイカーのメンバーと一緒に仕事をしたことがある。ジョニーとか言ったな。ジョニーは会ったことあるな。坊主の人やろ。オーケー。ここに止めると。よいしょ。もう従来のね、GTA はね、このツナフィッシュとかいうね、なんか結構ぶっ飛んだ名前の人はもう一番最初に死ぬんよな、なんか。なんか、後ろ上げてくれないか、ニッキー。え、待って、A ってどれやったっけ？こうか。ほー、すげえ。え、こんなんもできんの？マジリアルすぎやろ。ちょっと視点変えてみるか。あ、これが一番近いんか。ほー、次はヘタマイトストリートだ。に向かってくれ、ニッキー。よっしゃ。向かうぞ、ニッキー。二つ目のダイヤを回収しろ。え、じゃあなんかバイカーギャングのあれなの？なんかスパイみたいな感じなん？あの女の人は。バイカーのやつらが。例のクラブのオーナーはすげえ広いコネを持ってやがる。アンチェロッティファミリーやノースウッドのドミニカ人とか誰とでもつながりがある。レイは俺たちが盗みに絡んでいないように見せるためある計画を思いついた。今回の件はバイカーどもが責められるだろう。でもダイヤを拾うならもっと簡単な方法があるだろう。いくら目立たないように行動する必要があってもだ。お前が来る前には
だから相当注意しなくちゃならないわけだ。ダイヤをなくすわけにはいかないしな。もちろんだ、ダイヤが少しでもなくなったらレイがブチ切れるのはわかるだろう。なんかソニーみたいな、バイスシティのブチ切れるっていうの。ゴミ埋め立て地の管理人の一人が、んレイはそいつゴミ収集者。あっ、こっちじゃないよ。あ、こうか。オッケーオッケー。ほわ、やば、グロ。よし、ここね。ここにもゴミがあるぞ、取ってこい。オッケー。これ絶対なんか問題起こりそうやけど。あ、そうかそうか、開けなあかんのか。なんかバイトしてる時の気分やな、なんか。はい、ぽい、ダイヤぽい。おじゃ、おっ、ツナツナツナ乗り上がれ。ツナほんまあれやな、近くに止めてあげなあかんのか。うん、何このシーンの切り替わりは。なんか嫌な予感がする。は、追っ手が来た。何何何、逃げる。誰誰誰誰、あいつら。フィッシュマーケットのサウスの引き渡し場所へ行け。やばいて。おい、ツナ死ぬなよ。ツナ、このトラックじゃ誰からも逃げられなさそうな気がする。確かに、黙って運転しやがれ。トラックがのろかったって理由で弾を切り取られるのはごめんな。まあ無理とは言ってね、苦労はするけどな。ニコに不可能という文字はないからな。後ろが大変なことになってる。こ、街中でこんなことしたらあかんやろ。でも警察、警察おる、警察。あの人ら止めて。あ、警察、警察、助けて助けて、撃たれてるよ。やめて、俺を殺す気が。よう死んでないな、今の今まで。急げ、警察が全然助けてくれへんけど。おら、よいしょ。 OKOKOK、OK OK OK、あれ、あ、なんかおらんようになった。やった、どっか行った。ここまで来たら大丈夫なんか。よし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 、いい運転だニッキー。奴らを巻いたようだな。ダイヤを持って帰るぞ。よっしゃ、オッケーオッケー。いい腕だな、ニッキー。お前が運転しなきゃ死んでた。おお、あいつらどうやって俺たちを見つけたんだ。バレないためにここまでしたのに。ほんまや。わからねえ。それだけこのダイヤはやばいと。俺たちが感づかれても不思議はない。レイのとこにダイヤを持ってこうか。いや、俺とツナに任せろ。ダイヤをゴミの中から探さなきゃならない。道で何も落としてなきゃいいが。派手にやらかしたなと。一個でも落としたらあれやろ、レイに弾ちょん切られんねやろ。おーし、とりあえずこれはクリアしたと。9000ドル、高え。お、このまんまなんやな、コスチューム。へえ、オッケーオッケー。じゃあとりあえずクリアしたということで。あ、そっか、レイに電話と。おい、ブーツはルカたちが持ってるぜ。すべてトラックの後ろに積んであると。奴らを見張ってたか、くすねたりしなかったか。知らねえよ、レイ。奴らを信じてないならダイヤの重さでも測ってみたらどうだ。じゃあ大丈夫やろ、まあ、あんだけレイのことを怖がっとったし。あ、ちょっと待てよ、パトカーあるわ、パトカーおるわ。ちょっと客がおったからタクシー横取りしたらね、すぐ手配されるんで。おっしゃ。で、次はジェリーか、ジェラルド行くぞ。ジェラルド・マクレリーやったっけ。 OK、 マカフリーは GTA3 やな。おーし、まあこのまま行っていいやろ。んアクションズ・スピーク・ラウダー。誰もいないぞ、俺とおめえだけだ。まあ入れ、ビール。この人も結構怖そうやな、なんか。銀行強盗の時にあれ脅しに来とった人やろ。
俺の家族に痛い目を合わせたらお前の家族をとか言うとった人や。銀行強盗の時お前はよくやった。あれは面白かった。面白がりすぎなんだ。昔からうちの家族はそうだ。面白いこと大義大荒れバカな、ね、バカな暇つぶし。だが計画性がねえ。計画性とは、俺たちはいつまでたっても奴隷だ。イタリア人だろうが黒人だろうが金のあるやつのために働いてきた。稼いだ金は全て有効に使ってきた。酒と女にはアイルランド人、イタリア系じゃないんや。でも俺には計画がある。乗るか。どんな計画だ。まずはアンジェロッティの連中とアルマニア人マフィアの間に問題を起こすと。ジミー P のためにトニー・ブラックの車に爆弾を仕掛ける。その携帯に電話すれば爆発すると。あの GTA3 の時の車爆弾みたいな感じだな。インチョンアベニュー脇の路地だ。パッキーもたまにはいい判断するな。おめえがいてくれて助かるぜ。お、ちょっと腕見込まれてんな。さすが2個。インチョンアベニューにある爆弾を手に入れろと。オッケー。結構なんか普通の家に住んでんねんな。家というかアパートかなこれは。団地っぽいけど。よっしゃ、オッケーオッケー。でどこに行くんやったっけ。アイテム、爆弾か。オッケーオッケー。でこっちか。さあ結構暗いな。そうか、もう8時や。どこ これか。お、手に入れた。ジェリー、爆弾を手に入れた。よし、アンジェロッティの連中とアルバニア人どもがリトルイタリーで会合してると。トニーの車が止めてある。ほう、着いたら爆破しろ。一人残らず吹き飛ばせ。なかなかむごいな。そんなに簡単なら自分でやればいいじゃないか。ニコ、俺は自分でやる自信がない。俺と違ってお前の体はウイスキーに使ってる、浸ってる。そ、ん？ああそう、なるほどね。先に溺れてんのか、兄弟ともども。ほんまにまるであれみたいな、フィルみたいやな。あの GTA バイスシティストーリーズのね。よっしゃ、今同時にね実況もしてますけど、バイスシティストーリーズもね、ぜひあのまだ見てない方見てください。これかな、この車か。アンチェロッティファミリーの車の後ろに爆弾を仕掛けろ。あ、なるほど、こういうこと。こうか。ほわ、すげえすげえすげえ。乗り物を手に入れ、細工した車から離れろ。ちょっと待てよ、乗り物を手に入れるな。なんかいい車が欲しいけど、せっかくやったら。まあこれでいいか。いた、おい、ちょっと待て、警察おる、警察。これでいいか。よっしゃ、手配もされへんかったし。雨降ってきたな。なかなか道が滑りやすいのはなかなかやばいぞ。 OK。 止め方が不自然やな、なんかニコの車。おい、ビクトーン、一発かましてやったのか。少なくともアルコール依存症のアイルランド人どもよりはやりやすいだろう。あ、パッキーの家族のことやな。アンチェロッティファミリーの後を追え。尾行してることに気づかれるな。オッケーオッケー。なんか雨の夜の日って珍しいな。なんか近づきすぎるな。え、これって近づきすぎてないよな。やば、雷まで落ちてきた。いやー、リアルやな。雷がね落ちた時コントローラーが振動するんですよね。さすが GTA4 やな。 OKOKOK。 これぐらい離れとったら大丈夫やろ。あかんかな。よしよし、いい感じよ。
ていうかここ3つ目の島かな。あ違う、2つ目の島か。 OKOK。 さあもう家ごと吹き飛ばしてやりますよ。もうどれぐらいの強度なんか分からんけど、爆弾が、うわ下がった方がいい。やばいやばい、危ない危ない。このね、こう稲妻がピカッて光ってちょっと後にこう雷が落ちてくるんですよね。これがまたリアル。ん、どこ行った、どこ行った、あいつ。ん、あ前の車があれやな。あ、オッケーオッケー、よかったよかった。わかりやすい、 A ボタンを押したらすぐこう目標のターゲットにね焦点を合わせれるんで。やばいぞ、天候が最悪やねんけど。さあ結構あれやな、 GTA4 はほんまに GTA シリーズの中でも特にね、その構想のそのなんていうの、その図っていうのがね複雑、すごい誰と誰が戦ってるっていうのがね、まあ、一番最初からねコメントで教えていただいてるんですけど、ほんまにやっぱ複雑。あかん、まずまずローションやな、さすが GTA4 は。そう、組織図がね結構複雑なんで覚えようにもね、もうほんまにすごい大変なんですよね。まあその分すごい面白いんですけど。おお、すごい、見ました、このブレーキかけた後のこのなんていうの、そうすぐにはね止まらないっていう、キュルルルルルルル言うてめっちゃリアルなんやな。おじゃ、この雨にねタイヤを取られるっていう。でなんかそのグラフィックモッドみたいなのもあって、まだそれでもね遊んでみようと思うんですけど、もっとリアルに描かれるんかなこういうとこは。まあでもやってみたらそんなに変わらんかったけど、色の鮮やかさだけちょっとだけ変わったかなっていう感じのですね。やばいやばいやばい、よし、ちょっと近づいてきてんちゃうか。ここの公営団地かな、あそこか。オッケー、うわめちゃおる、工場か。よし、さあ安全な場所行き、爆弾を爆発させろと。こっちか。よし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 、オッケーオッケーオッケー。でここについてジェリーに電話して爆弾を爆発させろ。ジェリー、爆破電話の項目に爆破ってあったらビビるやろ。どうした、爆破させろ、いけ、うわっやべえ、おお、みんなびっくりよ。あ、なんか生き残ってんで。あ、残りのアンジェロッティファミリーを始末しろ。なるほどね、オッケー、こっからは自分の足で行かなあかんと。はっはっはっは、覚悟しやがれ。おーい、オッケーオッケーオッケー、こっからよ。どうしよう、こっちから持ってきてる。ほら、よっしゃ、おら、よし、あっちにおるやつはこの手榴弾で、おら、届いたかな。おお、いい感じや、おら、おっしゃ、全滅や。そっから離れて手配度消せ。 OKOKOK、 警察こんなちょうど挟み撃ちにできるようなそんなポジションおるか普通。よしよしよし、逃げろ逃げろ逃げろ、こっち行け。こっちから逃げれんのか、そもそも。あ、いけるわ、こっから歩いていくか。ほい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 、よし、あとは巻くだけやな。いつもね毎回固定で手配度2なんよな。
まあまあいいでしょう。逃げれるでしょう。ちょ、待て待て待て、やばいぞやばいぞ。見つかったら大変。あー、見つかった。クソ、見つかってもうたか。クソ、最後の最後でね、結構苦戦してしまうよ。ここはよいしょ。ほんなら車で逃げ回るか。仕方ないんでね。ほいほいほい、よいしょ。 OK、 これで大丈夫なはず。よし、これでいい。でここら辺で折ったら OK、 来た。9000ドル、でかい。いいね。でこれで電話がまた来るはずなんで OK。 ジェリー、ジェリー、アンジェロッティの連中は全員あの世へ送ってやったぜ。来なかった奴らはアルバニア人どもの仕業だと思うだろう。さすが弟が信用するだけあるな。奴らすぐにアルバニア人に報復するだろう。計画のステップ1は完了だ。俺のとこまで来い。ステップ2について話そう。よっしゃ。ってことで一通り今日終わらせたいやつは全部終わらせましたね。次はこれいくか。デリック、デリック、レイ、まあジェリーかな。よし、そしたらね、今回はこれで終わりたいと思います。で次はジェリーちゃんはデリックからですね。はい、ではね、次もぜひ楽しみにしておいてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。